日本埼玉県埼玉市岩月区釣り場釣り場は、埼玉県埼玉市岩月区の大技。関連大技である釣り場新田についても扱う。郵便番号は釣上が339-0024、釣り場新田が339-0025。埼玉市の南独地名の一つに数えられる。埼玉市岩月区南端部の中石平野に位置する。釣り場は、鉄道駅からは、やや遠く。 農地が目立つ。埼玉県道324号かも、岩月線沿いに住宅が集中している。釣り場新田は、釣り場より西に位置し、綾瀬川沿いの地域で、近年まで農地であったが釣り場より人口が多い。釣り場地区の一部は、浦和味噌の駅周辺の区画整理事業である味噌のウィングシティの完了に伴い、味噌の東に地名変更された。 東部には、据えた用水とは別の据えた落ちが流れている。かつては針植えなどと書かれていたが、帳簿などに記載する際に釣り植えとなり、読みがそのままになったものと考えられている。元は、江戸期より存在した武蔵国埼玉郡岩月寮に、属する釣り場村、及び釣り場新田であった。火星域の世帯数は、釣り村は十九件、釣り新田は十五件で、村の規模は、 釣り場村は、東西16町、南北3町余り、釣り場新田は、東西17町、南北15、6町であった。下記の地区の一部は区画整理未実施のところもあり、括弧内は区画整理完了で、住居表示変更が行われてた地区の住所表記。2017年10月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。鉄道は敷設されていない。浦和美園駅が最寄り駅となる。ありがとうございます。